は大会で優勝すれば、俺の力が世界へ通じる証明になる。さあ、会場の皆さん、お待たせいたしました。第1回ワールドドリームカップの開始だ。今大会は1対1のギアファイトで勝敗を決めていく。まずは1ラウンド制の予選ブロックを勝ち進み、各ブロックの勝者が決勝トーナメントに進出。全勝もしくは1敗で決勝へ進むことができるぞ。決勝トーナメントはギアファイトを3ラウンド戦い、最終的な勝者がこのトーナメントの優勝者となるのだ。さらに今回は特別ルールを用意している。勝者は敗者のクラッシュギアのパーツを自分のものにすることができるサバイバルマッチ。勝ち進むごとに強くなっていくクラッシュギア、そのギア同士が決勝で壮絶にぶつかることになる。今までにないギアファイトに場内はエキサイトすること間違いなし。海外からのファイターも多数参加しているこの大会、さあ彼らを紹介するぞ。スクリーンに注目してくれ。予選 A ブロックに出場するファイターの紹介だ。ピンクリップスからの参戦、女性ファイターアイダーコウメ。パワーファイトとマシンコントロールは侮れないオリザ・ジロー。アイキーテンタクルを持ってバーニングオクトパスから参戦のタコヤマパロ。中部エリアからの参戦だ、小池ノビル。驚異の VT シャーシを持つガイキ、それを操るファイターはこの人、万願寺たけし。チームガンズからの出場、噂のファイタークラッシュメンケンの登場だ。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む。激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。おっと、今回の舞台はなんと氷のリングだ。グリップ力が弱くなる代わりにスピン力が増すぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっと、ギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺のパワーファイトは受け切れるか。手加減はしないわよ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。Thank you.
ウィナー降りたジロー、楽勝楽勝。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっとギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺は早くアンパンが食べたいんだよ。どちらが強いか勝負しましょう。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。てへーやますね。俺のギアを止めた。当たれ。なめるなよ。なられませんよ。行け。こいつはどうだ。避けられますか。よし、大丈夫だ。避けられますか。よし、大丈夫だ。行け。やりますね。俺のギアを止めた。ハリケーン。肩の調子はいい感じだ。
により勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。さあこのファイトは溶岩リングでの戦いだ。グリップ力は倍化するがスピンには向かないぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっとギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。ここで負けるわけにはいかないぜ。かかってきな。じっくり料理させてもらいます。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。てへーやくるんだな。いつでも相手をしてやるぜ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができるのだが、おっとこのテンタコルはレギュレーション違反をしているようだ。このパーツは使用できないぞ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの2人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。おっと今回の舞台はなんと氷のリングだ。グリップ力が弱くなる代わりにスピン力が増すぞ。
リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっと、ギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。ここで負けるわけにはいかないぜ。かかってきな。俺はクラッシュメン兼、よろしくな。ギアファイト、セットアップ、レディー、ゴー。ってへーやてくるんだな。いつでも相手をしてやるぜ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。おっと、ギアを調整するのでしょうか。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺は早くアンパンが食べたいんだよ。
この僕に勝てるつもりか。いいだろう、相手をしてあげよう。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。てぇやー、てぇできる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。さあ、いよいよ決勝トーナメントの始まりだ。勝ち残ったのはこの4名。スクリーンに注目してくれ。やはりファイトの腕は超一流、ヨーロッパチャンピオン、ハインリヒ・ガンク。正体は不明だが、実力は超一流、謎のファイター、ユウヤ。実力を遺憾なく発揮して、決勝進出、オリザ・ジロー。マイティ・ギアーズとしての面目躍生、滝ひろみ。優勝を目指し、この4名がトーナメントで激突する。決勝1回戦は厳しい予選を勝ち抜いたこの2人のバトル。
さん、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。タキ、俺はこの一投に全てをかける。いい顔になって帰ってきたな、ジロー。全力で来い。ラウンド1、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。調子はいい感じだ。これより5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。ここで負けるわけにはいかないぜ。かかってきな。俺の実力その目で見てみろよ。ラウンド2、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。
舐めるなよ。耐えてくれ。程度かよ。俺のギアを止めた。当たれ。だと。パーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。さあ、いよいよ決勝だ。勝ち残った勇者はこの2人だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺は早くアンパンが食べたいんだよ。ラウンド1ギアファイトセットアップ、レディーゴー。
ウィナー、オリザージロー。ビリカさん、俺勝ちましたよ。これより5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺は早くアンパンが食べたいんだよ。ラウンド2、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。決定！第1回ワールドドリームカップの優勝者は、これはどうしたことだ。会場の明かりが全て消えてしまった。俺と勝負だ。おっと、謎のチャレンジャーの登場だ。あんた、荒野の兄貴、どうしてここに。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺のパワーファイトを受け切れるか。ギアファイトの緊張感忘れてはいない。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。
な。出直してくるんだな。いつでも相手をしてやるぜ。